石川遼が結婚6年目で渋野日向子と不倫関係に？報道、新潮の真相についても、国内男子プロゴルファーの石川遼プロ、現在は国内に拠点を置き活動されています。そんな石川遼選手に2022年には渋野日向子プロとの不倫の関係、といった報道が。今回は、石川遼プロの渋野日向子プロとの不倫報道の真相について見ていきたいと思います。石川遼が結婚6年目で渋野日向子と不倫関係に、2022年11月。石川遼プロは既婚者で、2016年3月2日に中学からの同級生だった女性と結婚したことを発表。奥さんの名前は、里美さん。石川遼プロが出場している大会にも応援で姿を見せることもあります。そんな石川遼さんが結婚してから6年目になる2022年11月、渋野日向子プロと不倫関係。との報道がデイリー新潮より出てしまいました。渋野日向子、不調の背景に石川遼との蜜月関係、隔離違反の際にも合同で練習。フォームが石川に酷似。二人が初めて会ったのは、19年、テレビ番組での共演でした、と関係者が続ける。もともと渋野日向子は石川のファンだったんですが、その後、何度か会うたびに尊敬するようになった。よく20年の終わりには一緒に練習を始め、一気に距離が縮まるんです。詳しく見ていきたいと思います。石川遼と渋野日向子が不倫関係に、報道、新潮の真相は、石川遼プロと渋野日向子プロは、2019年にテレビ番組で共演し知り合ったといいます。初対面の時のお互いの印象を聞かれ以下のように答えていました。石川遼プロは、賞金女王の可能性を最終戦までつなぐと、ファンが楽しむ要素が増える。すごいこと、一方の渋野日向子プロは、かっこいい、立ち姿から、選手会長、って感じ、と答えていたといいます。その翌年の2020年、渋野日向子さんはこれまで青木翔コーチに指導を受けてきておりましたが、なぜか契約を突如、解消しています。コーチが不在となった渋野日向子さんは、石川遼プロに指導を仰ぐようになったようなのです。渋野日向子さんは、もともと石川遼プロのファンだったと言いますし、石川遼プロのこれまでの戦績にも尊敬の念を抱いていたことでしょう。親しくなったことで指導を仰ぐことになっても何ら不思議はありません。ただ、渋野日向子さんは徐々に気持ちの方まで傾いていったようだと周りの関係者の方が語っています。それが指導者と教え子という関係を超えているように見える。一言で言えば渋野日向子はゴルフだけではなく、石川遼そのものに浸水し、周りが見えなくなってしまっているように感じるんです。2021年には、毎週のように千葉のゴルフ練習場で共に練習をしていたといいます。さらに、泊まり込み合宿も、もちろん、双方のスタッフも同じ宿泊施設に泊まっていたといいますが、ずっと行動を共にすることから渋野日向子プロがどんどん石川遼プロに浸水していったと報じられています。また、同じ2021年10月、コロナ禍の中、石川遼プロはアメリカから帰国後すぐに千葉県のゴルフ練習場へ宿泊したことで、14日間の自主隔離をせず、1ヶ月の謹慎処分、選手会長を辞任。しかし、この時も渋野日向子プロは石川遼プロに会いに行っていたといいます。報じられていませんが、この際、渋野日向子も同じゴルフ場を訪れ、石川らと練習を共にしているんです。もちろん彼女は石川が隔離違反をしているのは分かっていた。本来なら看板選手としてそんな場所に同席してはいけないはずですし、彼女自身その後に試合が控えていましたから、他の選手のことを考えても、コロナに感染するリスクは少しでも減らすべきでした。引用元、https://www.dailysincho.jp/。渋野日向子プロは、石川遼プロが隔離期間であることも承知の上だったとも。それだけ石川遼プロに会いたかったということなのでしょうか？ただ、お二人のプライベートでのツーショット写真もありませんし、これらの状況からでは、本当に不倫の関係にあったのかは定かではありません。この件に関して、デイリー新潮社から双方の事務所に質問状を送ったようですが、どちらも期限までに回答はなかったそうです。しかし、石川遼選手の左手の薬指にはいつも、プレー中も結婚指輪が輝いていますので、2023年10月現在、奥さんのことは大切されていることと思います。渋野日向子プロとは単なる友人かも、渋野日向子さんとはその後、特に報道されておりませんし、週刊誌に出てしまったこともあり、渋野日向子プロの方も現在は石川遼プロから指導を仰いでいないのかもしれません。最後に、石川遼プロと渋野日向子さんとの不倫関係。
報道をついて見てきましたが、お互いのチーム同士でのお付き合いなのかもしれませんし、本当に不倫関係にあったのかは定かではありません。ただ、その後は特に噂もないことから、渋野日向子プロも今はもう石川遼プロに指導を仰いでいない可能性はありそうです。